福井県の高速増殖炉モンジュで点検漏れが相次いでいる問題で原子力規制委員会は文部科学大臣に安全性の確保を求める勧告を初めて出す方針を固めましたモンジュでは2012年11月に点検漏れが発覚し規制委が翌年5月に事実上の運転禁止命令を出したもののその後も安全の根幹に関わるような点検ミスが相次ぎました こうした事態を受けて規制委はモンジュを運営する日本原子力研究開発機構では安全を確保できないとして文部科学大臣に対し別の運営組織を探すよう勧告を出す方針を固めました文科省は今後半年以内に機構に代わる運営の主体を探す異例の事態となりますが難航も予想され今後はモンジュの廃炉も含めた議論が加速する可能性もあります